3バイト15コンピュータの写真3バイトシリーズコンピュータは AT&T コンピュータシステムの子会社ウェスタンエレクトリック社が同社の Unix オペレーティングシステムと社内のマイクロプログラムされた中央処理装置で使用するために製造したミニコンピュータの製品群である。製品ラインは主に3バイト20、3バイト5、3バイト15、3バイト2、3バイト4000の各モデルで構成されている。このシリーズは通信用の一連の電子交換機の制御や一般的な計算機用として、また商用ユニックスの歴史的なソフトウェア、移植基盤としての役割を果たしてきたことで注目されている。3バイトコンピュータのオリジナルシリーズには、モデル3バイト 20C、3バイト 20D、3バイト 21D、および3バイト 21E が含まれている。3バイトは、リアルタイムオペレーティングシステムを搭載した32ビットマイクロプログラム二重加工、可用性プロセッサーユニットである。これは、通信環境で使用され、1970年代後半に、イリノイ州、ライルのエコ工場で最初に生産された。1982年に Unix RTR に改名されたデュープレックスマルチエンバイロメントリアルタイムオペレーティングシステムを使用している。データ操作ユニットは AMD2901 バイポーラ4ビットプロセッサ素子を使用して32ビットワードの算術演算と論理演算を提供した。最初の3バイト 20D はモデル1と呼ばれた。各プロセッサの制御ユニットは、2つのフレームの回路基盤パックで構成されていた。全20システムには、7フィートの回路パックのフレームと、少なくとも1つのテープドライブフレーム、そして多くの選択機サイズのディスクドライブを必要とした。トレーニングやラボ用に3バイト 20D を2つの半20システムに分けることができた。3バイト 20S は、半20と同じハードウェアの大部分で構成されていたが、全く異なるオペレーティングシステムを使用していた。3バイト 20C は、高可用性フォールトトレラントマルチプロセッシング、汎用コンピュータとして、1984年に商用市場で短期間販売された。3バイト 20E は、このような高可用性を期待していなかった、小規模オフィス向けに、コストを抑えた3バイト 20D を提供するために開発された。これはスタンドアロンの汎用コンピュータ上で動作する仮想のエミュレートされた3バイト 20D 環境で構成されていた。1980年代、1990年代、2000年代を通じて3バイト 20D Unix。RTR システムにはソフトウェアとハードウェアの両方で多くの改良が加えられた。その中にはディスクに依存しない操作やオフラインブート、スイッチフォワードなどの注目すべき機能が含まれていた。このプロセッサは1992年に再設計され3バイト 21D として改名された。それは 2STP、4ESS、5ESS などの多くのアルカテルルセント製品のコンポーネントとして2016年現在も使用されている。3バイトにモデル403バイトコンピュータシステムの汎用ファミリには3バイト2、3バイト5、3バイト15、3バイト 20S および3バイト4000がある。これらのコンピュータは成功した3バイト 20D にちなんで命名された。3バイト 20S はUnix オペレーティングシステムを使用して動作し、ベル研究所で開発され、1982年にWECO社によって汎用のベルシステムの内部使用向けに製造され、後にミニコンピュータ市場に導入された。他の3バイトコンピュータもこの市場のために作られ、最終的には AT&T 社の Unix システム V が動作するようになった。3バイト 20S は、3バイト 20D とほぼ同じハードウェアを使用して構築された。機械の大きさはかなり大きな冷蔵庫ほどで、最低でも170平方フィートの床面積を必要とした。これは1984年夏季オリンピックで使用され、約12台の3バイト 20S が電子メッセージングシステムの電子メール要件を満たし、以前のオリンピックの人間ベースのメッセージングシステムを置き換えるために構築された。このシステムでは、約1800台のユーザー端末と200台のプリンタが接続されていた。3バイトに300マザーボード BM3 バイトに3バイトには、デマンドページング機能をサポートするメモリ管理チップを備えた We-32032 ビットマイクロプロセッサを使用して導入された。モデル300は高さ約4インチ、モデル400は高さ約8インチである。300はすぐに後継機となる3バイトに310に取って代わられ、CPU には We-32100 を搭載した。モデル400では、より多くの周辺機器スロットとより多くのメモリを搭載することができた。また、フロッピーディスクコントローラで管理される 23MB のクイックテープドライブが組み込まれていた。これら3つのモデルは標準的な MFM514 インチハードディスクドライブを使用していた。3バイトに600は性能と容量が向上した。60MB のクイックテープ用のスカジーコントローラと2台のフルハイトディスクドライブを内蔵した。600は400の約2倍の高さがあり、テープとフロッピーディスクドライブをバックプレーンの反対側に配置した。初期のモデルでは内蔵 EMULEX カードを使用してスカジーコントローラと SD ディスクを接続し、その後のモデルではスカジードライブを直接使用した。3バイトに500が次に登場したモデルで、基本的には400ケースに収まるように十分なコンポーネントが取り外された3バイトに600である。この変換では一つの内蔵ディスクドライブといくつかのバックプレーンスロットが犠牲になった。600とは異なり、2つの大きなファンがあるために非常に大きな音を出したが、500は400と同様にオフィス環境では許容範囲内であった。3バイトに700は600のアップグレード版で、わずかに高速なプロセッサを搭載した。3バイトに1000は、この方向へのさらなる一歩となった。3バイト5は、古いウエスタンエレクトリック社の We-32032 ビットマイクロプロセッサを使用して構築された。初期バージョンでは、ゲートアレイを使用して構築された、個別のメモリ管理ユニットのハードウェアを持ち、セグメントベースのメモリ変換をサポートしていた。I/O はメモリマップ技術を使用してプログラムされた。機械はおおよそ食器洗い機のサイズだが、リール2リールのテープドライブを追加すると、冷蔵庫のサイズになった。これらのコンピュータは SMD ハードドライブを使用していた。3バイト15は3バイト5よりも高速な後継機であるが、同様に大きなフォームファクターを持っていた。3バイト4000は We シリーズ 32X0032 ビットプロセッサを使用した密結合アーキテクチャをベースとした高可用性サーバーであった。内部的にはアパッチとして知られていた3バイト4000は3バイト15の後継機であり、当初は3バイト15をマスタープロセッサとして使用してた。1980年代半ばにインディアンヒルズウエストの施設で高性能コンピュータ開発ラボによって開発されたこのシステムは複数の高性能プロセッサボードで構成されており、補助プロセッシング部位と補助コミュニケーション部位が搭載されていた。これらの補助プロセッサはスカジーとシリアルボード用のドライバーを備えたカスタマイズされたユニックスカーネルを実行した。これらの処理ボードは 20MHz で動作する冗長低遅延パラレルバスによって相互接続されていた。また、補助プロセッサ上で動作するユニックスカーネルは処理ユニット間でプロセスをフォーク、実行できるように変更された。システムコールと周辺機器ドライバーも拡張され、プロセスがABASを介してリモートリソースにアクセスできるようになった。ABASはホットスワップ可能なので、システムをシャットダウンすることなくプロセッサを追加したり、交換したりすることができた。動作中に補助プロセッサの一つが故障した場合、システムは故障したV上で動作していたプログラムを検出して再起動することができた。3byte4000 は大幅な拡張が可能であり、一つのテストシステムは17段の中位高キャビネットを占有した。システムの性能は一般に処理部位の追加とともに直線的に増加したが、真の共有メモリ機能がないために深刻な性能低下を避けるため、この機能に大きく依存するアプリケーションを書き換える必要があった。1985年、AT&T は AT&T ユニックス PC と正式に命名されたデスクトップコンピュータを発表し、しばしば3byte1と呼ばれた。ただし、このワークステーションはハードウェア的には3バイトラインとは無関係であり、モトローラ68010マイクロプロセッサをベースにしていた。カンバージェントテクノロジー社によるユニックスシステム V リリース2の派生版を使用していた。このシステムは PC-7300 としても知られていた。このシステムはオフィス環境での生産性向上ツールとして、また電子通信センターとしての使用を目的に設計された。ありがとうございます。